1967年、ノースカスケード国立公園北部地区のデスペアーさん、ノースカスケード国立公園の地図1985年と比較した2003年のローアーカーティス表が、ノースカスケードハイウェイからの風景カスケード峠の道からマジック3方向を見る。1980年以来ヨーニング氷河は著しく後退した。ノースカスケード国立公園はワシントン州にある米国の国立公園である。公園は分かれているが隣接した4つの構成単位、すなわち1つの公園として管理されているノースカスケード国立公園の北部地区、南部地区、ロスコ国立レクリエーションエリア、シュランコ国立レクリエーションエリアにある。面積は2772キロ平方メートルで、カスケード山脈で構成されている。いくつかの国立自然保護地域と、ブリティッシュコロンビア州の公園の土地も、ノースカスケード国立公園に隣接している。公園は、起伏に富んだ山の峰が特徴となっている。公園の約 93% は、1988年のワシントンウィルダネス法により、自然保護地域に指定された。同法はまた、マウントレーニア国立公園とオリンピック国立公園内で自然保護地域を指定している。毎年2万人前後がこの公園を訪れている。公園内の117京平方メートルの地域に318の氷河がある。これはワシントン州以南の49州のどの公園よりも多い。公園内の全氷河は1980年から2005年にかけて著しく後退し、後退速度は増えつつある。最近の気候温暖化により夏によりたくさんの氷が溶け、冬にも溶ける出来事が増え、冬の積雪が減っている。カスケード山脈の氷河のいくつかは最近10年間で溶けて消えた。ボストンピークの北斜面のボストン氷河は広さ7京平方メートルで園内最大の氷河である。その他の大きな氷河は、公園は野生動物で有名である。その手付数の自然のため、狼、ヒグマ、カナダオオヤマネコ、ヘラジカ、クズリ、その他多くの珍しい動物が生息している。公園のほぼ全域がステファン・T・マーサー・ウィルダネスとして保護されている。このためほとんど維持管理された建物や道路は公園の北部及び南部地域にはない。公園はバックパッカーや登山家に最も人気がある。公園内で最も人気がある目的地の一つはカスケード峠でインディアンの旅行ルートとして使用された。砂利道の終わりから4マイルの自然歩道を通って行くことができる。エルドラドピークと周辺の山に加え、北及び南ピケット山脈も氷河と高い登攀技術が必要な岩のため登山家に人気が高い。公園北西宮にあるシュサン山は国内で最も写真撮影された山の一つで公園内で2番目に高い。もう一つの公園の知識を深める面白い方法はボートでシュラン湖からステヒー近に遡る方法である。釣りと未開地でのキャンプに加えカヌーやカヤックも含むボート乗りがロスコで人気がある。公衆用の一本の砂利道が公園に続いているが、地域のほとんどの自動車はノースカスケードハイウェイを通る。このハイウェイはロスコ国立レクリエーションエリアを通り抜けている。公園の西側に最も近い大きな町はセドロウーリーで、東側はウィンスロップである。シュランはシュラン湖の南東端にある。ありがとうございます。